演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの四層仕立ての内抹茶とミルクのゼリーを飲みたいと思います。いや、飲みたいじゃなくて食べたいだろ。そんだけ喉乾いてるのか、俺。先日のマンゴーと同じようなパターンですね。では、いただきます。口中で本当にいろいろ演奏されています。上の方のミルクは結構甘いんですけど、下の方の抹茶に行くにつれて抹茶の苦みがだんだんと口の中に広がってきて、プリンなどの食感と合わさってとっても美味しかったです。マンゴーに比べると果肉がない分食感は少し物足りない気もしますが、抹茶の苦みは存分に楽しめて美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。